モムシっていうね、あれ毛虫、
上監視します。地上からの偵察において判明した情報により中隊長が全部隊に対し攻撃命令を下す模様です。中隊攻撃命令、約1個機械化分隊の敵はグランドオフに陣地占領中、中隊は実地攻撃を実施してグランドオフ一帯を奪取する。火力戦闘部隊は直ちに陣地運用を開始せよ。こちら突破了解。こちら81ミリ反撃砲了解。こちら120ミリ反撃砲了解。グランド右奥青旗の位置をご覧ください。兵庫県姫路市に駐屯する第3特化隊の FH70 が侵入してまいりました。この火砲は約 30km の射程を誇り、現在地から北は万博記念公園、南は北木公園付近まで射撃することが可能です。離れた位置から射撃して敵の戦闘力を低下させます。グランド右手前黄色旗の位置に侵入してまいりました部隊は第37普通科連隊10迫撃砲中隊の120ミリ迫撃砲および第5中隊の81ミリ迫撃砲です。黄色旗の奥120ミリ迫撃砲の射程は約 13km であり、現在地からクワトリエ付近まで射撃することが可能です。黄色旗の手前111ミリ迫撃砲の射程は約 5.6km であり、現在地から大鳥駅付近まで射撃することが可能です。観測先右方向白旗の位置をご覧ください。景色に溶け込む輸送網を装着したスナイパーが登場しました。手にする武器は対空射撃砲です。約 800m の範囲の位置に敵を全て潜伏し、一切気遣うことなく敵の指揮官等を射撃することが可能です。中隊長、こちらスワイパー敵に敵の信号を発射、射撃する。こちら中隊長、了解。処理しておう。中隊長、こちらスワイパー無理成功を目指す。こちら中隊長、了解。射撃により敵の指揮官を撃破しました。指揮官を失った敵部隊は殺人の事態に混乱している模様です。中隊長、こちらですか。射撃準備完了。こちら中隊長、了解。攻撃準備隊開始せよ。こちらですか。了解。攻撃準備隊開始する。東北部隊の射撃準備が整い、敵陣地に対し射撃を開始します。通報射撃を行います。大変大きな音がします。指揮を伝えてください。射撃撃て。まだまだ戦車および対戦車状態。こちら中隊長、火力艇のもと対空戦闘部隊は陣地を変えてよ。こちら対戦了解。こちら対戦了解。グランド右方向をご覧ください。前進を支援する砲爆射撃のもと、戦車および対戦車誘導弾等の対機動火力戦闘部隊が実施侵入を開始しました。黄色旗の位置に陣地を占領しますのは第37普通科連隊第5中隊対戦車小隊の17式対戦車誘導弾です。青旗の位置に陣地を占領するのは滋賀県高島市に駐屯する第3戦車大隊の中隊長、こちら戦車、射撃準備完了。こちら中隊長、了解。操縦状態、こちら中隊長、操縦状態は直ちに射撃準備を開始せよ。こちら中隊長、了解。第37普通科連隊第5中隊の操縦小隊です。
自衛官のようにこちら駐在所了解。駐在は戸籍指定者駅最終段と同時に戸籍空港開始です。消防招待の戸籍準備を完了しました。特区の最終段に合わせ部隊は戸籍を開始します。空砲射撃を行います。大変大きな音がします。耳を塞いでください。戸籍指定者駅最終段開始。こちら駐隊長了解。駐隊は目標を出してきた。引き続き駐隊長